嘘は嘘であるとか、見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた、自分に驚いた。なんすか、写像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかじゃなくて、あなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問あ、ごめんな題だとさ思いい。ます。ご飯を食べた後、米粒をきれいに食べないですけど、友達に汚いと言われるんですが、悪いことでしょうか？悪いことです。なんだろうね。ご飯は残さない方がいいですよ。まあ、作った人もそうだし、周りにいる人もあんまりいい気分にならないんですよね。で、なんだろうな、なんか痩せたいからご飯残すみたいな人いるんですけど、痩せられるやつは、それくらいのご飯食っても痩せられます。で、痩せられない人って、そういうご飯食わなくても痩せられないです。ひよえさんがたまにダイエットみたいなことをし始めるんですけど、あの人ダイエットするわって言いながらすぐ食うんですよ。なので、人前で飯を食ってない自分みたいなので、ダイエットに気を使ってる演出みたいのをしてる時点で、もう痩せないっす。痩せてる人はそんなことしなくても痩せてます。フロリダに前飛行機で行って、カリフォルニアからね、6時間ぐらいの便で、で、僕、機内食大好きなんですよね。で、エコノミーとかで機内食来るとすげえ食うんですけど、で、隣に、ちょうどフロリダの、水着のファッションショーに行く予定で、多分モデルさんだと思うんですよね。で、その人って、機内食一口も食わないんですよ。で、ジュースとかも配られるんですけど、飲まなくて、ずっと水しか飲まないんですよ。で、あ、プロってやっぱそうなんだなと思って、まあ、綺麗な人だったんですけど、だから結局本当に痩せなきゃいけないと思ってる人って、本当に食わないんですよ。なので、ちょっと食べて残すとかじゃなくて、本当に痩せる人は食べ物頼まないんですよ。だから、じゃあ飲み会の場でとか言って、じゃあそういう時に私は食べませんっていうのが本当に痩せる人で、で、なんか中途半端に頼んで、中途半端に食って、中途半端に残すやつは痩せません。はい。ご飯を食べなければ痩せます。痩せるためにお金を払うのは頭の悪い人だけです。とか言いそうなので、広告と相性が悪い。おしゃべりひろゆきメーカー、ひろゆきメーカーでの詐欺広告被害って聞いたことないんですよね。ひろゆきさんの思う最も効率のいいダイエット法って何だと思いますか？食わない。ダイエットって、まあ、いろんなやり方を提唱する人がいるんですけど、運動する方がいいよねって言って、運動で痩せる人って基本的にダイエットの必要がない人なんですよね。なんだっけ、道端アンジェリカさんだっけ、20分あったら5キロ走れるじゃんみたいなこと言っちゃったりするんですよね。要は、痩せたいと思ったら、で、痩せたいと思っている。で、20分ある。じゃあ5キロ走れば、それだけカロリー減るじゃんみたいな、20分あるから5キロ走っちゃいますみたいな人って、そもそも論太ったりしないし、ダイエット必要とかってレベルじゃないんですよ。なので、本当にダイエットしない人って、基本的には運動で痩せるとか無理なんですよ。いや、運動して痩せるって、それができるような性格だったり、行動力があるんだったら、そもそも太ってないよねって話で、で、なので、食わない方が楽なんですよね。例えば運動するとめちゃくちゃ腹が減るんですよ。なので、通常だらだらゴロゴロしてて、なるべく食べないようにしようっていう時に我慢するのと、運動してカロリーが減っている状態で腹が減ってるのを我慢するんだと、運動してる状態で我慢する方がよっぽどきついんですよ。なので、要は我慢しなきゃいけないっていうのがよりきつくなることをやってるので、なので、楽にまずダイエットをするっていうのが必要なんですよね。で、僕が前減量した時にやってたのが、こんにゃくとキャベツ食い放題っていう。カロリーの摂取量っていうのが少なければいいだけで、別に食っちゃいけないわけじゃないんですよ。なので、こんにゃくとかキャベツとかカロリー量が少ないものだったら、もう無限に食っても基本太らないんですよ。キャベツ5キロとか食ってもほとんどカロリーないんで、まあ、こんにゃくとかね。なので、もうそれは腹いっぱい食ってよいと。っていうルールで、まずめちゃめちゃ腹いっぱい食うわけですよ。キャベツとか、こんにゃくとか。っていうのをやると、お腹いっぱいっていう満腹感があるので、なので、満腹感さえあれば、割と何か食べたいってならないんですよね。まあ、それが、美味しいかどうかは別にして、腹減ってるんだったら何も食わないのと、キャベツどっちがいいですかだと、まあ、腹減ってるからそんなに美味しくなくてもキャベツ食うってなるんですよ。っていうので、キャベツ食うといいんじゃないかなと思います。はい。
あとやってたのが、粉砂糖を食べるっていうのやってましたね。これはあんまおすすめはしないんですけど、人間ってその血糖値が下がるとお腹が減ったっていう信号が出るんですよ。なので血糖値を下げなければ実はその物食わなくてもお腹が減ったっていう信号が出ないんですよね。なのでお腹が減ったなってなった時にファミレスからかっぱらってきた砂糖をジャリジャリ食ってその口の中そこ砂糖だらけにすると割と血糖値が上がるんですよね。で砂糖ってやっぱそんないっぱい食えないんですよ。まあ甘いだけなんで。なのでその砂糖も僕の中でいっぱい食ってもいいものだったんですけど、それをジャリジャリ食って血糖値が上がって食べたいっていう気分がなくなるっていうのをやってたんですけど、これあんまおすすめはしないですね。はい。これだいぶでも体重減りますよ。僕それで8キロぐらい減らしたのかな。で、63キロから1ヶ月ぐらいで55キロまで下げたんですよね。なんか、新空手っていう、キックボクシングみたいな試合に出たいっていうのがあって、で、65キロ級と55キロ級のなんか、2種類ぐらいがあって、で、65キロ級が65キロ以上なんですよ。なんで、65キロ以上なんで、その試合出ると、80キロとか90キロのやつとかいるんで、まあ、絶対勝てないと。なので、55キロ級まで行くと、55キロから65キロの間なので、まあ、なんとかなるだろうっていうので、無理して減量したっていう、そんな理由でした。はい。睡眠不足は能力下がるし、太りやすくなるし、糖尿病や心筋梗塞や狭心症などの冠動脈疾患といった生活習慣病にかかりやすくなります。変なダイエットするくらいなら寝た方が痩せます。これ読んだな。26歳、173センチ、80キロ男です。痩せたいです。アドバイスをください。食わなければいいんじゃないですか？なんか、運動して痩せようとするのって大体失敗するんですよね。運動して痩せれる人も多分100人に5人ぐらいいると思うんですけど、カロリー使うのってすごい大変なんですよ。で、食わない方が楽なんですよね。なので、食わないっていうのをとりあえず徹底してやった方が、カロリー量が減るんですよ。で、運動しようとすると運動するの大変だよねっていう、その、運動しなければいけないっていう時間だったり、その、熱意だったりっていうのにエネルギーを使うんですけど、で、運動するとめちゃくちゃ腹が減るんですよ。人間そういう生き物なんで。なので、要は多くのカロリーを吸収して多くのカロリーを消費するっていうのをやってる限り、運動ができなくなると多くのカロリーがそのまま残っちゃうので、その、体に入れるカロリーを減らすっていう方に重点を置いて、まずは砂糖を食べるっていうのをやってみてください。僕がその減量してる頃にやってたやつが、お腹が減ると粉砂糖を食べるってやってたんですよね。血糖値が下がると人間ってお腹が減るんですよ。で、砂糖を食べると血糖値が上がるので、お腹空いたっていうのが減るんですよ。ほんで、粉砂糖ってあんまり美味しくないんで、いっぱい食えないんですよね。それでも、その粉砂糖をジャリジャリ食って、うへーってなって、で、口の中甘ーってなって飽きるんですよ。で、そうすると血糖値が上がるので、そんなにお腹減らないんですよ。で、その後に、そのなんか野菜だったり、こんにゃくだったり、そのカロリーのないものっていうので、胃を埋めるんですよね。あと、水をね、1、2リットル飲むかな。で、胃が満杯になって血糖値が上がると、特にお腹が減ったっていう感覚がなくなるんですよ。で、なんか好きなことやって、さっさと寝る。で、寝てる間飯食えないじゃないですか。で、そうすると、8時間とか、ちゃんと食べてないのに引っ張れるんですよ。で、朝になって、じゃあ普通に朝ごはん食べるみたいなのやっていくと、その食事の回数とカロリー量が減るんですよね、楽に。なので、いかに楽に痩せるかっていうのを意識してやってみるといいんじゃないですか。まあ、これ僕でも大学生の時にやってたので、今やれって言われたら厳しいかもしれないですね。一人暮らしだったっていうのはありますけど。好き放題食べながら、簡単に痩せられる方法や、サプリはない。そんなのがあるならアメリカ等の肥満率の高い国が放っておくはずがない。日本で販売されるすべてのサプリには薬効はない。薬効が書いてあったら違法。当たり前の話ですが、痩せたければ、食事を減らしましょう。ダイエットしたことありますか？あります。あと、糖質制限ダイエット流行ってるの日本だけですか？フランスのダイエット事情も教えてください。まあ、アトキンダイエットは、まあ、アトキンっていう名前がついてるように外国でもやられてるんで。ただ、まあ、僕ダイエットというか減量したことがあるんですけど、結局、その、太るのって、カロリーを摂取するから太るので、その、炭水化物と油を一切取らない。で、ダイエットできついのって、お腹が減ってるのを我慢することなんですよね。なので、お腹が減った時に、僕、無限にこんにゃく食っていいルールと、無限にキャベツとレタス食っていいルールにしてたんですよ。で、あと、その、まあ、
血糖値が下がると、そのお腹が減った信号ってめちゃめちゃ出るので、で、ファミレスでパクった粉砂糖を食べるっていうやつなんですよね。まあ、砂糖ってタダじゃないですか、ファミレスとか行くと、コーヒーに入れるやつ。で、それが僕のうちは無限にあったので、で、まあ、お腹が減りました、夕飯ですっていう時に、まずその砂糖をジャリジャリ噛むんですよ。で、口の中砂糖でジャリジャリして、甘ってなって、で、いくらでも砂糖は食っていいんですけど、砂糖食ってるうちに飽きるんですよ。で、砂糖を食って飽きると、でもその結果血糖値は上がるんですよね。なので、血糖値が下がったことによる空腹感っていうのは失われると。ただ、胃が空っぽだと、なんだかんだ言って、お腹減ってる感って出ちゃうので、なので、レタスとかキャベツとか大根とか、水分の多い野菜とか、あとこんにゃくとか、で、お粥は大量に食ってましたね。お粥って、水多めにして1合とかでお粥炊くと、すげえ量になるんですよ。5合分ぐらいになるんですよ。なので、お粥に、生卵を乗せて、醤油をかけて、焼肉のタレをかけると、すき焼きの味がするんですよ。要は卵と焼肉のタレって、すき焼きの味になんですよね、味付けとしては。で、それでお粥を食べるっていう、そんな感じので。あれで1ヶ月で5キロぐらい落としたかな。肥満で航空機に乗れず、ニューヨーク在住の女性がハンガリーで死亡、約5億円の賠償を求める訴訟、行きに乗せたせいで、帰りの便をすぐ見つけなかったから訴えられる。航空会社がデブを乗せないのが加速するでしょう。料金重量制になったりとか。ダイエット始めたんですけど、チューイングってどう思いますか？1日1食生活で晴れた時はチューイングしています。今日2日で1キロ減りました。チューイングって何すか？ガム噛むとか？僕、減量した時に、新空手っていう、新空手だよね。試合に出るために、減量してたんですけど、で、最後の 500g ぐらいは、ガムめちゃくちゃ噛んで、水分を出すっていうので、減量したので、そのチューイングっていうのが、ガムを噛んで水分を出すっていう意味で言えば、効果あると思いますけど、水分減らしても、人間水分ないと死んじゃうんで、一時的に減るだけで、長期的な体重は減らないですよ。何をやっても痩せられないアラフォーシングルおばさんです。悔しい思いもたくさんしてきて、今回こそ15キロ痩せた新しい人生を楽しみたいです。そんな私に活を入れてください。クレジットカードを解約して全部定期預金に入れてください。お金がないと食べ物を買えないので、結果痩せると思います。では、なんだろうな、痩せたいと思ってるっていうのと、食べたいと思ってるの願望で、残念ながら食べたいという願望に勝てないんだと思うんですよね。まあもうアラフォーということは多分40になってて、で、その自分のその食べたいという意志がめちゃくちゃ強いっていうのも自覚してください。なので、その痩せたいっていう気持ちだけではもう痩せるのはできないよねっていう結果が今の40歳なわけじゃないですか。なので、今までとは違う手段を試さない限りは痩せるのは無理なんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。Whose fault? It's our fault or your fault? Whose fault? Okay, okay. Choose. Whose fault? いや、帰ってやめましょう。家で今繋いでるんですよね。どこ帰るんですか？